ダディ、ジャガイモ掘ってきたよ。ダディとジャガイモ、息子が取ってきたジャガイモを消費するため、ダディは戦います。今回は潰しません。コロコロにします。カメラが勝手に動きます。切ったジャガイモは水にさらし、水を捨ててふんわりラップします。水に塩を入れます。分量は感覚です。カメラは勝手にまだ動きます。パスタを茹でます。パスタは箸を置かなくても吹きこぼれません。なぜ？不思議です。じゃがいもをレンチン5分、麺も5分、暇です。だから麺をくるくるします。ひとしきり麺と戯れたら、5分が経過していました。麺をボウルに移してオイルをかけます。ソースとジャガイモをパスタに絡めます。作り方は概要欄から。ここで悲しいお知らせ、ソースとジャガイモ絡めるシーンが撮れていません。代わりにインスタの撮影シーンをお楽しみください。絡み終わったパスタ、盛り付け。物足りないのでトロピカルバードを召喚、飾り付けます。出来上がった写真は概要欄のインスタグラムから見てもらえると嬉しいです。またインスタグラム、ツイッター、フォローもよろしくお願いします。このソース一つあれば時短で簡単、楽して美味しい料理ができます。おすすめですよ。いつの間にかダディはジャガイモを克服できたみたいです。ご視聴ありがとうございました。